キャラバン京子です。始まりましたキャラバン京子のデタラメな夜。この番組は音楽とおしゃべり、そしてお酒を皆さんと楽しむ30分です。そしていつもお手伝いいただくのはハッシーなんですけれども、今日はですね、高校野球の地方大会の中継のために、地方に行かれていますので、一人で大丈夫かなと思うんですけれども、今日は私だけでお送りいたします。はい、ということでまずね、あれなんですよ、いい嬉しい話とそして残念な話があるので、まずは残念なお話からですね、まず8月2日に予定されてましたプラネット K でのキャラバン京子の、ライブなんですけれども、まあこのところのこの状況もありですね、今回は残念ながら見送ることになりました。ご予約いただいてた皆さんすみません、本当に。でもいつかですね、必ずリベンジ、ライブしたいと思いますので、ぜひその時はパワーアップして帰ってきたキャラバン京子を楽しみにしていてください。そしていいニュース、7月18日キャラバン京子2ついにリリースされました。わーい、ということでこれはもう乾杯でしょ、ね、はい、じゃあまずはリリースおめでとうございます。乾杯。ね、やっぱ一人、そうそう、一人だから飲んでると無音になるっていうね。そうですね、ということで今日はちょっと急遽ですね、実はね、今日の放送分ももうすでに撮ってあったは撮ってあったんですね、うん、なんですけども、ちょっと急遽ライブが中止になりましたので、うん、ハッシー不在のまんまですね、今日は、お送りしております。で、皆さんも気づいてくださったかな、YouTube の画面は違うの分かります？今日からですね、いつもキャラバン京子のジャケットのデザインとかしていただいている渡辺久美彦さんに作っていただいたラジオの新しいバナーでお送りしてるんですよ、うん、ね、で、ハッシーいるんですよこれ、ね、ハッシーいるのにまさかの今日ハッシー不在っていうね。そうなんですね、次はね、ぜひもうハッシーにもね、これ感想とか聞いてみたいんで、聞いてみようかなと思いますね、うんうん、はい、で今日はせっかくキャラバン京子2リリースになりましたので、この収録している3曲すべてですね、お、ね、前回ほら第5回のラジオの時かな、うん、はちょっとずつ小出しでね、2曲ほど聞いてもらったりしたんですけれども、うん、今日はですね、全国、全てのサイズでですね、聞いていただいて、新曲について語っていこうと思ってますので、どうぞ最後までお楽しみください。はい、ではですね、まずは1曲目からいきましょう、キャラバン京子で TGIF Thank God It's Friday。Music, grab your hand.
so long. I should not bless no place. Stoic ない気遣いも乱れ挑発の up down 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 聞かせてよ crazy night song.聞いていただきましたのはキャラバン京子で TGIF Thank God It's Friday という曲でした。はい、あのさっきね、あのちょっとジャケットの話、続きがあって、あのデザインしてもらった渡辺久美彦さんに、あの1枚目って赤いジャケットだったじゃないですか、ね、で、で今回2枚目はねちょっと濃い渋いブルーのジャケットなんですけど、あのね、1枚目がキャラバン京子のなんつうんだろうな旅立ちみたいな、まあドラクエでいうところの出発ですよ、で2枚目は、1つ目の町に、滅ばしゃが到着したみたいなイメージで、書いてくださいってお願いしたんですよ、でそのね1つ目の町のイメージがこの TGIF に出てくるシーンにすごいぴったりで、で TGIF ってまあタイトル「サンクゴッド・イッツ・フライデー」なんですけど、まあ、金曜日、いや今日は金曜日で嬉しいっていうタイトルなんですね、でお酒飲みに行ったり、まあ、例えばクラブで踊りに行ったり、クラブにね踊りに行ったりとか、ライブ行ったりとか、皆さんそれぞれ週末の楽しみ方ってあるじゃないですか、で、まあ、素敵なダンサーの方がいたり、美味しいお酒があったりとかですね、で、ね、演奏もちろんね、いいライブを聞いて、まあ、そう、いい素敵なお店でそういうのを楽しむっていうのがやっぱ最高だよねっていう曲にしたくて、で、まあ、その登場歌詞に出てくるシーンなんかは、まあ、あのキャラバン京子のライブとかでも、あのいろんなダンサーさんと共演させてもらったことがあって、で、まあそのダンサーさんのこう、なんつうんだろうな美しい仕草とかね、そうそう華やかな存在とかを、こうがこうなんつうんだろうな、その日の夜の空気を、変えるっていうかね、で、なんかまあ次元とか、なんつうんだろう時代とかは、まあ、同じとこなんだけどちょっとこう異空間に来たみたいな、ね、なんかダンサーさんがいて、音楽が流れててっていうのはなんかちょっと自分が異空間に入ったみたいな楽しみ方があるかなと思って、で、まあその TGIF の歌詞なんかはそういう感じにしたんです。そういう世界観をまとめたと。そうなんですよ、
ね、うん、もう結局一人で喋れないから助けてもらっちゃうっていうねえ、ハッシー早く帰ってきてって思ってるんですけどそうで TGIF この曲はね、うん、あのキャラバン京子でもギター弾いてくれてるあの平野さん、うん、平野智義さんに作曲とアレンジをしてもらって、はい、もう渋いんですよ。そうね、ね、なんかもうまさに、キャラバン京子の渋い面をねそのまま演出してもらったんじゃないかなって思ってて、うんうん、歌詞のこう英語とかやけに出てるような感じがしますけど、うん、はいはいはい、うん、そうなんかね、うん、まあ、平野さんのメロディーの雰囲気がすごい良くて、うんうん、でその雰囲気をねちょっと、まあ、私の作詞能力の問題もあるんですけど、なんかこううまく日本語っていうよりかは英語の方が雰囲気に合ってるなと思って、うん、なんかハリ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 アップとかネバ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 ストップミュージックとか、うん、なんかそういうのをね、うん、なんかこう雰囲気重視でですね、うん、英語ハリハリのとことか平野さんをね、どうやって歌詞当て込むのかなって、うん、そうだよね、気にしてたらしい、うん、そうだよねそう平野さんもね、あれどうやって、いやこれ歌詞入れるの大変だったでしょとかってね後から言われたから、あもう素直にはい大変でしたとか言っちゃっていや、まあ、新しいね、そうなんか今まで、うんね、自分で書いてきた歌詞なんかでは日本語がやっぱり多かったんですけど、うん、なんかこういう感じで英語を当てはめるのも面白いなと思って、うんうんうね、まあ新しいチャレンジではありましたね、うんうんうん、なるほど、はい、うん、というのが TGIF でした、うん、では、そろそろ次の曲も聴いてもらいたいなと思うんですけど、うん、はい、では次の曲ですね、うん、これはね初めて書ける曲ですよ、ラジオでは。お、ね、来ましたな、はい、キャラバン京子で、うん、はるか遠い夏。はしゃぐ足跡、過かThank you.
せばムーンライト、そっとほどくムーンリーバー、優しく微笑むミッドナイト、溢れ出すメロディ、愛しく憧れてる今も。聞いていただきましたのはキャラバン京子で遥か遠い夏でした、うん、いかがでしたでしょうかね。これね、すごいドラマチックな曲なんですよね、うん、でなんか最初デモもらった時に、うん、ん？これ一曲？ん？なんか違う曲とが途中で挟まっているけどこれはって思ったんでね、なんかドラマチックにどんどん展開していくし、うん、なんかね、あのね、ベースのロックヤさんが、はいはい、言ってたんですけど、うん、なんかもう映画を見てるようだねみたいな。おー、そうですか、うん、そんなことで、うん、確かにと思って、まだその時はね、うん、歌詞がなかったんですよ。うんうんうん、歌詞がない時にロクヤさんがなんかもうすごいこれ映画みたいだねって言ってて、うんうん、でなんつうんだろうな、こうわなんこう懐かしい感じもするんだけど、うん、新しい感じもするっていうか、うん、こうなんとも不思議な、うん、なんか収まりどころのないというか自分の中でね、うん、曲だなと思ってて、うんうんうん、で、まあ、今回この遥か遠い夏っていう歌詞を書いたんですけど、うん、こう今まで自分がこう通ってきた断片的な、記憶の景色ってあるじゃないですか、うん、でなんかそういうのをもう綺麗に、まあ、美しいメロディーに乗せて、うん、描いていきたいなってまず最初にそれを思って、うん、でまあそういったものってこう、まあ、高校の時の思い出とか、うん、幼少の時のね、うんうんうん、なんかちっちゃい時の親との思い出とか、うん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 、あと、うん、まあ大人になってからの恋の話とか、うんうんうん、そういうのがいろいろあるでしょ、で、うん、思い出とかね、うん、でそういうのをこう断片的にこう景色として覚えてるものってあるなと思ってね、うんうんうん、でなんでけれども月のお月様のって変わらないなっていうのがあって、うん、お月様だけはこう常にまあ、見てくれているというか、うん、いつもそこにあって、うん、なんとなくこう気持ちが安心する、うん、いつもそこにを見上げるみたいな、月を見上げるとああ変わらないなと思ったり、うん、あとまあその変わってきた自分も同じようにこの月を見てたんだなって思うところがあって、うんうん、でまあそういったものを、うん、積み重ねてきてね、うん、まあほらもうね思い出話は得意な世代にね、世代にね、はい、差し掛かってまいりますので、なんかいつかそういうのを、うん、まあ酒の魚としてね、うん、はあ、に尽くして、うん、まあ、酒を飲みながら思い出話もいいななんていうのを、うん、まあちょっと遥か遠い夏っていう歌詞に込めてみました、うんうんうん、中ジャケにもほら、そうそうそうね、うん、CD の中ジャケ、なんていうんだそういうのライナー、え、歌詞カード、うんうんうん、歌詞カード CD 取ってしてもらったら分かるんですけど、うん、表面はね
TGIF のイメージ、うん、で中はね、あのお月様と浜辺の、うん、写真を使ってもらってるんですよ、うんうん、でそれがまあ遥か遠い夏のイメージで、うん、使ってもらってます、うん、はい、なるほどね。でね、この曲6月の15日か、うん、チェインギャングのライブでもやったんですけど、ね、やりましたね、うん、ライブだとまたよりこうドラマチックっていうかね、そう ね, ね、展開がやっぱ面白い、そう、うんうん、展開も、うん、どんどん変わっていくし、うん、なんつうんだろうな、うん、独特の浮遊感もあるし、そう ね, ね、新しいキャラバン京子の、そうだね、新しい雰囲気を作る曲じゃないですかね、うん、そうですね、うん、まあオウム返しに言いますけど、新しいキャラバン京子の雰囲気を作る曲だなと私も本当そう思うんで俺のやつねえ、これもね、ぜひで、この曲はね本当に展開が面白かったんで、うん、今までねラジオでちょい出しにはねどうしてもかけられなかったんで、そう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 、ね、今日前編 ね初めてフルでかけられて本当に良かったなと思ってます、うんうんうん、はいはい、うん、で皆さんはねそれぞれ聞いてもらってどういう、なんか皆さんの思い出の遥か遠い夏の話とかですね、ぜひね、聞けたら嬉しいななんて思ってます、うんはいうんうん、はい。では、うん、もうね時間がどんどん迫ってきてますので、3曲目ですかね、うん、はい、では、それも聞いていただきましょう、3曲目に入ってます、キャラバン京子でおやすみ。まぶしこもれびに揺れ風が キャラバン京子でおやすみを聞いていただきました。はい、うん、このおやすみですね、私が今まで歌ってきた、うん、中でですね一番ね、うん、小さい声で歌ってるんですよ、うん、なのでね聞いてくださった方今までの私の歌とはね雰囲気違うななんて思ってるくれてるんじゃないかななんて思います。はい、でね、
まあこの雰囲気ももちろん違うんですけど、あとね今までと違うのはね、あのね歌詞にねフランス語入れてみたフランス語とはなんかアムールとかアデューとかなんですけど、あのなんかねここがねなんかね、グッバイとかグンナイとか英語じゃないかなって思って、うんね、今回はねフランス語をね、うん、あの初めて入れてみたんですよね、うん、あれあでもあそっかバンルージュ、バンルージュはあれだ、フランス語だフランス語、まあでもあれはタイトルだからねそうだバンルージュはあれフランス語だったね、はい、そんなお休みを聞いていただきました、はい、でこの今日聞いていただいた3曲が入ってるシングルですね、キャラバン京子2 7月の18日から販売そして配信開始となっていますので、うん、ぜひ Amazon で CD を注文していただいたり、あのダウンロードして聞いていただけたら嬉しいです、うん、はい、で番組の冒頭でもね、ちょっとご案内しましたけれども、残念ながら8月2日の、キャラバン京子ナイトはまあちょっと今回は見送り中止ということになりましたので、うん、ご予約いただいた皆様にはですね、改めて私の方から個別にご連絡をさせていただきます。でぜひまた次回のライブですね、決まりましたらこの番組でもご案内していきたいと思ってます、うん、はい、番組ではですね皆さんからのお便りをお待ちしております。キャラバン京子オフィシャルサイトのコンタクトフォームからですね、ご意見でもご感想でもぜひ励ましのコメントとかですね、うん、ねぜひお送りいただけたらと思います、うん、でご紹介させていただいた方にはキャラバン京子の特製ステッカーをですね差し上げますので、ぜひ、お送りください、うん、ゼロのつく日はキャラバン京子、毎月10日20日30日ゼロのつく日 YouTube にて新しい回をアップします。次回は、7月の30日ですね、うん、ねもう一人心細かったんでハッシー早く帰ってきてっていうことで、次回はハッシーと一緒にですね、うん、お送りしていきたいと思います。チェーンギャングでやるんですか。はい、次回はですねチェーンギャングからお送りいたします、うん、はい、はい、キャラバン京子のデタラメな夜、お相手はキャラバン京子でした。はい、じゃあまた一緒に音楽を楽しみましょう。デタラメな夜を、おやすみなさい。